放置されて随分経つみたいね。無人の船内に不気味な気配か。まさしくゴーストシップだと。誰？どうしたこちら。この船、何かがいる。パーカー、手を貸して。ああ、分かった。これはひどいな。しっかり腐敗している。白濁した肌、見たことのない生物だわ。ジェネシスを使ってみろ。体内に何か反応があるわ。ああ、解析には一定量のデータが必要だ。付近の漂着物を探してデータを集めてくれ。さすがに慣れているな、ラクインシティの英雄さん。あなたこそパーカー、元 FBC だって聞いたわ。ああ、志願して BSAA に移籍した。戦うためにな。ああ、二人とも無事だな。警戒を引き続き調査を進めてくれ。これで解析データは 100% ね。ご苦労。ひとまず私のところに集合してくれ。またか。こいつは何だって。まだいたか。排除しろ、ジル・パーカー。ようやく静かになったな。ああ、さすがだな、ジル・パーカー。よし、もうデータは十分だ。集合してくれ。何の音？鍵が。見てくるわ。ああ、俺はこいつをもう少し調べてみる。オーケー。私はクリスタスの捜索を続けるわ。
況を報告してくれ。生存者は発見。でも化け物に殺されたわ。身元は？調査してみるわ。パーカー、女性は身元不明。でも鍵を見つけたわ。どこかで使えるかも。ああ、念のため持っておいてくれ。クリスを発見した。合流しよう。戻ってきてくれ。ジル、早くクリスを急ぎましょう。